南ネーデルラント、南ネーデルラント、南ネーデルラントは、スペイン、1579年から1713年、オーストリア、1713年から1794年、及び、フランス、1794年から1815年、により支配された、低地諸国の一部の地域サす。時代によって、スペイン領ネーデルラント、オーストリア領ネーデルラントとも呼ばれる。 この領域は、現在のベルギーのほとんど、リエージュ市教領を除く、ここは神聖ローマ帝国の一部あったと、ルクセンブルク、現在のベルギーのリュクサンブール州、ドイツのラインラントイコール、プファルツ州の一部も含むと、1678年までは、北フランスの一部を含んでいた。ネーデルラントは、非常に裕福であったため、負債を抱えていたハプスブルク家にとって、重要な土地であった。 しかし、他のハプスブルク領と異なり、ネーデルラントは商人階級の地位が高い土地あった。ブルッセルを起点とする帝国郵便が貿易網として商人へ利益をもたらしていた。この郵便事業はランニングコストではなく、イニシャルコストの解決を目的として、早くから裾の広く民間の参入を許した。スペインはハプスブルク家の戦費を徴収するために重税を課そうと、 心みたし、それは昔からあるネーデルラントの特権を守るための口実ともなっていた。これは宗教的に非寛容で頑固なカトリック教国のスペインの統治に対する抵抗とともに1570年代のスペインに対するネーデルラントの反乱につながった。ホラントとゼーラントに引きられた北部7州は1581年にネーデルラント連邦共和国として 独立を得ることができたが、南ネーデルラントは、パルマ港、アレッサンドロ・ファルネーゼの活躍で、スペンにより再占領された。南ネーデルラントは18世紀初めに行われた、スペイン継承戦争により、オーストリア・ハプスブルク家に継承された。オーストリアの法律では、古くから、ある特権に基づいた各州の防衛というものが、2世紀前のフェリペ2世の時と同様に、 ヨーゼフ二世にとっても問題となった。これは1789年から1790年頃にかけて大きな反乱を引き起こした。オーストリア領ネーデルラントは最終的にフランス革命軍により失われフランスに併合された。続くナポレオン戦争の後1815年のウィーン会議においてオーストリアのネーデルラントの喪失は確定された。 ウィーン体制下で、この地は、オラニエイコールナッサウケのもとに、北部ネーデルランと共に、ネーデルランと連合王国へ統合された。南東のルクセンブルク大公国は、同時にドイツ連邦にも属することになったが、これは、オラニエイコールナッサウケが、ライン地方に持っていた所領をめぐって、ロイセン王国との間で駆け引きが行われた、結果であった。1830年に、 カトリックが優勢な南部はベルギー王国として独立した北部はカルバン派が優勢であった。1839年にルクセンブルクの北西の2、3の領域はベルギーに併合されてリュクサンブル州となった。ウィレム一世は残存地域からなるルクセンブルク大公国の自治を承認したがその署名自体は1867年まで行われなかった。オランダ。 ネーデルラント王は1890年までルクセンブルク大公であった。しかし、ウィレム三世の死後、ミルヘルミナ女王がオランダの王位を継承した際にサリカ法典に従うルクセンブルクは女王による統治とその権利を認めなかった。そのため、オランダとルクセンブルクの同君連合は終わりを告げた。抗議のスペイン領ネーデルラント、オランダ語、スパンスサネーデルランド、スペイン語、 パゼス・ボホス・エスポニオリズは、1482年以降、ハプスブルク家の統治下にあった17州を指す。1556年以降は、スペイン・ハプスブルク家の統治下に置かれた。北部諸州は80年戦争、1568年から1648年を経て、ハプスブルク家の統治から分離し、1581年の、制約、A、オトホフ・ワブジャーションの後、 ネーデルランド連邦共和国として独立した。南部諸州はハプスブルク家の統治下に残り、協議のスペイン領ネーデルランドとなった。スペイン領ネーデルランドは以下の領土より構成されていた。首都はブラバントのブリュッセルであった。17世紀の初め、ブリュッセルには豪華な宮殿が存在し、それはフェリップ3世紀の姉、イザベラ大公妃と彼女の夫である皇帝。 マクシミリアン二世の子アルブレヒト大公の統治下にあった。大公の宮殿より有名となった画家の中でよく知られているものとしては、ピーテル・パウル・ルーベンスがいた。大公の統治下で、スペイン領ネーデルラントは事実上スペインから独立したような状であったが、それは非公式の状態にとどまり、スペインの勢力範囲の中にあった。1621年のアルブレヒトの死後、 子供のいないイザベラが1633年に死亡するまで統治した後、この地はスペインの支配下に再度戻った。異教の北、ネーゲルラントを再度獲得しようと試みる、戦争の失敗は北の、その時はまだカトリックの領土を大きく失うことを意味していた。1648年のベストファーレン条約の締結で、それほど重要でない国境地帯を、 北部のネーデルラント連邦共和国に活上した。この領域は連邦直轄地となり、州としては認められなかった。これは、ゼーウス・フランデレン、ジュース・ベロンドラン、スヘルデ川の南、現在のオランダの北ブラバント州とマーストリヒト、現在のオランダのリンブルフ州を含んでいた。17世紀のフランスとスペインの戦争で、スペイン領ネーデルラントの領域が再度切り取られた。 フランスは1659年のピレネー条約により、アルトアとカンブレーを併合し、ダンケルクはイギリスに譲渡された。1668年のネーデ・ルランと継承戦争の終戦協定であるアーヘンの和約により、現在のフランス・ベルギーの国境までの領域が譲渡された。後のオランダ侵略戦争により、フランスは残りの領域を併合した。 1713年のユトレヒト条約により、スペイン継承戦争が始まるまで、スペイン領ネーデルラントとして残っていた地域は、オーストリアへ引き継がれた。これは、オーストリア領ネーデルラントとして知られている。しかし、オーストリアはこの地にそれほど関心を持っていなかった。一時期、オステンド会社、オステンディ社コンパニエに対するイギリス・オランダ間の交易の競争のため、 皇帝カール6世が短期間住もうとした以外は関心が持たれなかった。国境に沿った要塞には条約によりネーデルラントの軍による守備隊が置かれた。フランスによる潜在的な支配を恐れたイギリスとオランダ共和国の主張により広い領土がオーストリアに与えられた。18世紀の後半を通じてハプスブルク家の統治者にとって一番の外交政策の目標は オーストリア領ネーデルラントをバイエルン選定公領と交換することであり、それは南ドイツをハプスブルク家の領土にまとめ上げるものであった。バイエルン継承戦争、1778年から1779年の結果、その目論みは果たされずに終わった。オーストリア領ネーデルラントは1788年、ヨーゼフ二世の中央集権化政策に対して反乱を起こし、 1790年にベルギー合衆国が建国された。オーストリア陸軍は、ヨーゼフ二世の弟レオポルト二世により、1790年の終わりまでに領土を回復した。1794年のフランス革命の後、すべての地域、ハプスブルク家の支配下になかったリエージュ市教領も含む、は、フランスに従躙され、スペイン領、オーストリア領ネーデルラントは、 存続を終えた。これはカトリックの聖職者によってフラミンガント運動、フラミンゲントのような抵抗運動を引き起こした。フランスの一部となった領域は以下の通りである。1797年、オーストリアはカンポ・フォルミオ条約により領土の損失を認めた。ナポレオン・ボナパルトが1815年に敗北した後、 この領域はネーデルラント連合王国に与えられた、しかし1830年のベルギー独立革命によって分離し、独立国家ベルギーとなった。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。